泊まった時にやっぱり場所柄とそれからこのホテルの歴史を聞いて、ですごくモダンなんですけれども、なんかその古くからの歴史みたいなものがすごく感じ、あの調度っていうよりもその家具とかっていうんじゃなくて空気感として感じたので、そういう雰囲気を出そうと思って、やっぱりあの江戸から東京ってもう全然変わってしまったんですが、もう何も残ってないように感じるんですけれども、やっぱりすごく地続きなんですね。呉服橋で、今はもう呉服橋ないんですけれども、いろいろ調べていくと、もう本当に目の前に外堀通りを埋め立てられる前まで、つい何十年か前までかかってたっていう、その脈々とこう地続きで江戸からこうつながっている感じっていうのを、来ている人にここで感じてもらえたらなと思いました。